小鶴祇園祭りは毎年7月に茨城県東茨城郡茨城町小鶴地内で行われる祇園祭りである。小鶴諏訪神社の境内にある八坂神社の祭礼で明治時代に薬病が蔓延したことから諏訪神社の境内に八坂神社を建立し無病息災を祈願したのが始まりと言われている。その後、大正期に一度は廃れかけたものの 当時の青年有志が再建し、1980年代頃からは、賑わいを見せるようになって、現在に至る。1日目の良い議音では、神社を出た御輿が、おカり屋に到着した後、当番人は翌朝まで、おカり屋で寝ずの番をし、2日目の本議音では、地域や小鶴商店街で東京が行われ、子供御輿や出しも一緒に練り歩く。日程は2003年までは、 毎年曜日を問わず7月20日から7月21日に行われてきたが、2004年からは7月の第3度日前後の開催となっている。気温祭り当日は2日間とも、小鶴商店街の一部が18から22時の間は歩行者天国となる。ぬかが福士郎の活動報告2012年7月15日、茨城長七変頭祭りの PR ポスターより、小鶴。 街角ギャラリー2002年開催の小鶴祇園祭りの歴史で1954年の御し、お浜入りの写真展示、茨城町、小鶴祇園祭協賛イベント広報、茨城お知らせ版ナン、no. バー837平成24年10月15日発行。ありがとうございます。